水岡俊一君。委員え、立憲民主の水岡でございます。えー、私今日はですね、えー、冷静にお尋ねをしたいとこういうふうに思っておりますので、えー、大臣はじめ、えー、文科省の方々にもですね、えー、的を得たしっかりとしたお答えをいただきたいと。えー、そして。えー 意味のある質疑になるようにお力をいただきたいとお願いをしたいと思います。それではあの質問に入ってまいります。まず最初にですね、ウクライナから避難をされ入国をしている子どもたちがいると思うんですが、まあその子どもたちの教育を受けている状況についてお尋ねをしたいとまあこういうふうに思います。でそれに先立ってですね。 今日は入管庁からもおいでをいただいております。どの程度の児童生徒が入国をし、そしてその彼らは生活の保障がちゃんとされているのかどうか、そういったことについて、入管庁からのご説明をいただきたいと思います。出入国在留管理庁丸山出入国管理部長お答え申し上げます。あの入管庁の方で把握しております。ウクライナ避難民の数でございますが。 5月8日まで入国された方が全て878人でございますこのうちあの入管庁の方で集計としましてはあの18歳未満の方という形で集計しておりましてそのうち18歳未満の方は209人いらっしゃるということでございますまたあの生活状況等でございますけれどもご質問かと思うんですけれどもまあ、個々の方の生活状況を細かく私どもで把握できているわけではございませんが基本的には今をそのうち大勢の方は 日本の身寄りの親族とか知人の方を頼りに入国されておりますので、ま,あ、まずはこういう方々が身元保証人となり、避難民の生活というの一定程度支援,支援がなされていることを想定しているところでございます。他方はあの、そういう分かでは足りないところも出てまいりますと思いますので生活あの、生活環境整備という点は重要と感じておりますので、出入国在留管理庁としましては、避難民の方々へのさまざまな支援に役立てていただけるよう、地方自治体に対し、避難民の方々の 身分事項とか居住地等に関する情報も提供しておりますし、また、避難民の方々に、当、まあ、方の相談窓口とか、学校教員の内容でございますとか、そういったことを含めて、え情報提供を随時行っているところでございます水岡俊一君。ななぜ細かく把握してないんです丸山部長。 おだけ申し,上げます私としましては、まず居住地の把握等をまず優先的に行っておりまして、その後、あの自治体等を含めて、周知のご支援をしていくと、その中で、まずは身元保障に行ってみましょうか、そういった方たちが支援をされている、想定しておりますけれども、身寄りのない方、あるいはそういった方たちの支援が受けられない方については、国の方で対応するということで、今、進めているところでございます。 えー、あの入管として把握できておりますのは、居住地などについては把握できておりますけれども、えー、とことこかい委員のご指摘の,その生活状況というのは、どの程度のことまで支えているか、ちょっとあの、えー、なんと申し上げないところですけれども、把握していただす水岡俊一君あの。居住地だけ把握をしていて、手樹の支援ができるとはとても思えないですよね。えー、ウクライナから避難をされている方々に 思いを寄せるというか、一緒にこう、なんていうか、生活の再建を考えていくという立場は、日本の立場でしょ。だとすれば、入管庁、私は知らないっていうことではなくて、しっかりと思いを込めて調査をし、そして必要があれば対応するというような姿勢が、私は必要だと思うので。 これまでの入管庁と違うんだというお気持ちがあるんであれば、しっかりと対応してほしいなと、まあ、こんなふうに思っております。それでは文科省にお聞きをしますが、その18歳以下、今お聞きをしますと、209名ですか、かなりの子どもたち、児童、生徒がおるようでありますけれども、その方々は教育を受けられる状況にあるんでしょうか。 お尋ねをします藤原総合教育政策局長、はいえー、ウクライナ避難民の教育につきましてはあの、避難された対応にかかわらず、ウクライナ避難民の方々の子どもの保護者が、あその子どもを公立の義務教育小学校に就学させることを希望する場合には、国,政国際人権規約等も踏まえ、 日本人児童生徒と同様に無償で受け入れているところでございます。また、文部科学省では、日本語指導補助者等の外部人材の配置や翻訳機などの ICT 機器を含め、外国人児童生徒へのきめ細かな支援に取り組む自治体を補助事業で支援をしております。今後、追加募集も行うこととしております。このほか、ウクライナ避難民の子どもの教育機関の確保に関する通知を自治体に発出をいたしますとと,ともに、ウクライナ避難民への支援に関する 一元的な問い合わせ窓口を設置したほか学校で使う日本語をウクライナ語で説明した資料や ウクライナ語版の修学ガイドブックを文部科学省のウェブサイトに掲載するなど、情報提供を行っているところでございます。なお、こうした児童・生徒を受け入れている学校の多くでは、特別の教育課程を編成し、日本語指導を実施をしているところでございます。文部科学省といたしましても、日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善を行っているところでございます。 今後とも文科省といたしましては、関係省庁や受け入れ自治体等と緊密に連携、協力しつつ、避難民の子どもたちの就学機会の確保、きめま細かな支援に取り組んでまいりたいと存じます水岡俊一君。あの局長ね、あの今、努力をされているというお話がありましたが、じゃあ、具体的にです、ね、ウクライナ語の指導のできるような、あるいは、まああの ウクライナ語に近い言語を話されるような、そういった方々を全国でどの程度、今、発掘をして、その子どもたちに当たってもらってるわけですか、そこをちょっとお聞きしたいですね。藤原局長、はいえー、あの今あこうしたあの ウクライナ避難民の子どもたちにつきましては、さまざまな形で学校への就学相談、それから実際にすでに就学をされているお子様方もいらっしゃるわけでございますけれども、その中で今、ご指摘ありましたように、ウクライナ語での支援をどうするのかというのは、一つの課題でございます。ここれまでで把握ししててていいいるるところでははにに就学をしているような場合においては あ最初に初期の日本語指導を行うというようなことで、そこで集中的な日本語指導を行っているような実例なども出てきているわけでございますけれども、ある自治体では、市の国際交流協会から通訳を派遣をしてもらっているような場合。また身寄りが まあ、ある場合がたくさん、あの今までのケースではまあ多数あるわけでございますけれども、そうした場合に、日本語ができる親族の方が通訳を担っているというケースもあると伺っております。ただいずれにいたしましても、えー、こうしたものに対する支援をさらにあの充実をさせていく必要があるというふうに考えているところでございまして、今後、さまざまな関係団体、それから大学と,とも連携をしながら、支援体制を充実をしてまいりたいと考えているところでございます水岡俊一君。 あのお答えをいただけないので、把握をしてないんだろうなと、まあ、こういうことですね、大臣、要するに、ね、見せかけだとかね、紙面上だとかね、そういうことではね、寄り添ってることにはならないんだと私は思うんですよ。だから、あの今、横浜でも、えー、都内でも、いくつかの事例が出てきていて、やっぱりそこに,だそこにはですね、 えー、教育委員会はもう必死に人を探してです、ね、配置をするという努力をされてるっていう、そんな情報も私は頂い,いてるんですけれども、これを文科省はもっとこうあの支援しないといけないんじゃないですか、そんなねあの、えー、義務標準法の範囲でみたいな、そんなことを言ってきたら、今のウクライナからの避難をしている、本当にあの気持ち的にも、 極めて厳しい状況の中で、日本にやってきている子どもたちを、なんとか日本の学校でサポートするということに、やっぱしていく、そのことについては、ですねこれはもう今までの法律だとか、今までの前例を超えた形で、大臣主導でやっ,ていくやっていただきたいと思うんですが、いかがですかね精松文部科学大臣。えー ウクライその大使の具体の話は、ウクライナ語を教える大学の講座を開いてくれるとこ、そういう話がございましたと同時に、今まで対応いただいていることに謝意がございましたけれども、その後、ずいぶん日に近がたって、ああいう戦況でございます、多くの方が避難されてきているということ、まあ、800数人でしたか、そういう数字も。 まあ、あの聞いておるところなんですけれども、まあ、各都道府県でそれぞれ計画を組んで兵庫県は兵庫県でウクライナ避難民の方の,この支援の計画を拝見いたしましたもう少し突っ込んで対応できるように今先生おっしゃったようにその、まあ、義務教育の枠よりもこれはまあ人道的にきちっと対応するというこの精神を生かして一度、まあえー、各都道府県教育委員会でどういう状況かまず把握をしたいということを 遅れておりましただ、きちっと把握をしたいということ、このことをお話し申し上げたいと思います、その上で対応できること、早急にまた検討させていただきます江戸川俊一君大臣、ぜひあの、そういう子どもたちを訪ねて、大臣が行かれるとかですね、あの大臣の気持ちを表していただいて、都道府県の教育委員会、あるいはまた地教委とですね、えー、協力をして、サポートを進めていただきたいなと。 心からあの期待をし、お願いをしたいと、こういうふうに思っております次に、ロシアのモスクワ日本人学校のその後の様子が気になっておりますが、今分かっていることがあれば教えてください藤原局長。 モスクワ日本人学校における4月からの新学期の在籍児童数は、4月19日時点でございますけれども、59名と聞いているところでございます。このうち当面、ロシアにとどまる予定の児童生徒は、国際結婚家庭や永住者の子どもたちなど25名となっております。それ以外の34名につきましては、日本に一時帰国中であるというふうに承知をしております。 えー、このモスカニ日本人学校におきましては、4月14日に入学式および始業式をオンラインで実施をいたしまして、4月15日からオンライン指導による授業を開始をしているところでございます。これに合わせて、あのこのモスカニ日本人学校においては、日本国内に分室を設置をいたしまして、一時帰国をした派遣教師が、日本国内からオンライン指導による授業等の教育活動を実施をしているところでございます。 また校長及び教頭につきましては、当面の間、現地モスクワに残り、オンライン授業等に遅延をきたすことがないような形で対応しているというふうに聞いているところでございます。文部科学省,科学省としては引き続き、モスクワ日本人学校や関係機関との緊密な連携を図りつつ、日本国内の分室の運営支援や、今後の校長等の帰国等の調整など、必要な支援を行ってまいりたいと存じます。水岡俊一君。 あのモスクワ日本人学校はあ、まあ、その設立の基盤となっているのがおそらくほ他の国と同じような私立の学校という扱いになっていると思うので必ずしも強固な基盤とは言えないあるいは身分保障だとかそういった面についても難しいところがあると思うので子どもたちのことプラスですね 教職員、あるいは現地のスタッフの方々のそういった動向については、ぜひ注視をしていただいて、必要であれば支援をお願いをしたいなと、こんなふうに思ってお願いをいたします。えー、次に質問を変えていきます。えー、先ほど、まあ、勝部さんの方からもお話がございました、えー、教員不足の件ですね。えー 先日のニュースで、東京都内の公立小学校約50校で教員の配置が定数に満たず、欠員が生じていることが分かった。えーまあ、追加採用する教員の候補者が多い東京都で、まあ、年度初めに欠員が出るのは異例だと、まあ、こういう報道がございました。まあ、先ほど把握をしていないという、欠員状態を把握をしていないというお話でしたが、 まあ民間ですらちゃんとこうやっていろんな資料が出てくるわけですよ。これどうして文科省はそういったこうきちっとした対応ができないんでしょうかね。まあ、失敗で調査をせということではなくて、スポットを当てて、今のぎょ状況をどうであるかということを調べるためには、えー、方法はあるじゃないですか。今、現在、つ、え、か、ー、んでいる情報、さらにあればちょっと教えてほしいんですけど、どうですか。 藤原局長、はいえー、今あの、お話もありましたように、失会という形ではあの行っていないところでございますけれども、えー、自治体からさまざまな情報を聞き取っているところでございます。えー、その中で、えー、具体的に申し上げれば 沖縄県や島根県におきまして、昨年度より状況が悪化しているというふうな報告を聞いているところでございます。一方、広島県などにおきましては、昨年度より、こちらの方は懸命な努力をやった結果ということでございますけれども、昨年度より改善をしたというふうな報告もあるわけでございますが、今お話のありましたように、東京都もですね今年度につきましては、 非常に厳しいずれにいたしましても、そうした深刻な状況というのは、私どもも認識をしておりまして、今、各都道府県教育委員会も懸命にそうした教員不足の解消に向けて取り組みを行っているところでございますので、そうした取り組みをしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えているところでございます水岡俊一君。あの各 教育委員会もご努力をいただいたり、あるいはもう校長自らがですね、電話をかけて、人を探して、教員をこう配置をするといったようなことも聞かれているので、いろんな方々がいろんな面でご努力をされているということは、私も承知をしておりますで。昨年度に比べて若干改善をしているということも、まあ、これまた事実だというふうに思います。 でそ,のじその意味はですね、昨年も私も質問いたしましたけれども、担任がいないっていうことは、これは有識ことですよっていう話をしましたですよね。で、今年は担任がいないっていうニュースがあんまりない。で、これを喜ぶべきかっていうふうに私はちょっとこう考えなきゃいけないと思ってるんですね。で、私が調べたところによるとですね、確かに兵庫県、 私の出身の兵庫県、大臣の出身の兵庫県ですが、兵庫県においても担任があこういないっていうケースはかなり減ってきています。でもそこにはからくりがあるんですよね。担任がいるのかいないかという,こう,こう調査をされたら、いるというふうに各学校はまあ報告するわけです。でもそれは正規の担任ではないんです。どういうことかというと、例えば教科担任を回したり、 あるいは語学指導の人材を回したり、あるいは特別支援の教員を回したり、いろんな形で、下配になっている教員を回して担任をしている、あるいは教頭が、あるいは校長が担任をして、事実上というか、数字上は担任がいないということが少なくなっている。 こういうことになってるんじゃないかなと思うんですよ、これ大臣ね、こういうことに私たちはあの惑わされてはいけないっていうふうに思ってるんですね、文科省としても、貨廃を回せばいいじゃないかというようなことにはしていないですよね、そのあたり、どうですか。松文部科学大臣 先生のお話のとおり、まあ、今、加配の教員は全国5万人おられますけれども、えー、そういうことを加配の先生に期待しているわけじゃなくて、やっぱり正規の先生にきちっと担任を引き受けていただきたいというのは、そう思いがございます水岡俊一君。あの、そこでじゃあ、ちょっと質問変えましょう。 さ、えー、る4月の20日に、文科省から事務連絡が出ています、でこれ、何の連絡かというと、教師不足に対応するための教員免許状等に関わる留意事項について、確保依頼と、まあ、ある文書なんですねで、ここで私は注目をしたいのは、その1番目に書いてある、特別免許状の積極的な活用についてということで。 下りが書いてあるんですが、この特別免許状の積極的な活用ということについて、ちょっと文科省からご説明をいたただきたい藤原局長。えー 特別免許状の関係でございますけれども、学校の教員組織は、これまで以上に多様な知識や経験を持つ人材で構成されることが望ましいと考えており、特別免許状の仕組みを活用することは、学校における多様性の確保とともに、普通免許状を有する教師の採用ができない場合に、優れた人材を広く社会から登用する手段の一つとしても有効であると考えております。 特別免許状については、昨年5月に国の指針を改定をいたしまして、授与に係る審査基準や手続きの緩和を行ってきましたが、依然として一部の都道府県教育委員会では、需要基準が整備をされていない、または公表されて,されていないなど、積極的な活用がなされておらず、多様な経験を有する社会人の活用が進んでいるとは言い難い状況でございます。 このため、この通知の発出等を通じて、さらなる活用をお願いをしているところでございます、はい、水岡俊一君いちん。ちょっとあの、えー、私たちにあの、えーこう、なんか納得できるご答弁を、まあ、求めているんですけれども、なかなか難しいですね。ちょっとあの まあ委員の皆さんにもぜひ、ご理解をいただきたいなと思うのは、ここの通知に書いてある、ちょっと読んでみますね、特別免許状は教員免許状を持っていないものの、優れた知識、経験等を有する社会人を、 教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために、授与することができる免許状ですと、でこういう免許状を持っている人を登用しなさいと、登用してくださいという、そういうお話なので、私個人は、極めてそのなんていうか、あの賛成というか、もう多様な人材を入れるという観点では私は大賛成なんです。ただ この時期にこういう通知が出るというのは文科省の教員免許状に対する考え方として何か一貫性を欠くような気がしてならないんですよね。ここまで教員免許状は重要だ、ね、え研修に研修10年経ったらもう、ね、研修こう執行しちゃうんだみたいなここまで言っといてこれ特別免許状 いやこれちょっとね、大臣、これ、これ文科省として、これはどういう考え方に基づいて、ね、誤解を招,招くといけないので私、私は賛成ですよ、私は賛成なんだけど、文科省の考え方が一貫性がないんじゃないかということについて、大臣、いかがですか瀬松文部科学大臣あの。昨年10月4日に就任をいたしました。私はあのそういうい 社会で大いに活躍をされている、まあ、ここに書いてあります博士の方とかあるいは外国に行かれて商、まあ、社マンであったとかですね英語に堪能であるとかあるいはスポーツ界で非常に、えー、活躍された方とかそういった方々を教師として、えー、特別免許状をです、ね、授与させていただいてそれで教団に立ってもらうってことはある面その教師の数を満たすという以上にもう一つはいい意味での,この,その全く新しい タイプの方が教育界に入っていくということ自体で、私は新鮮な空気を与えることができるという、そういう意味合いを私は自身は持っておるんです、事実のところは。その数で言ったら、先生、毎年20万人の方が普通免許証を持たれまして、特定免許証が200人ぐらいですから、ただ、数においても少ないなという気がしましたので、幅広くまあ当たっていくべきじゃないかというのが私の思いでございました。えー、そういうういいいこととでございまして、まあ、というのはの、まあ 数だけを頼りにした場合そうなんですけれども、私はちょっとそういう意味では、新しい風ということは私自身の頭の中にはあったことは事実でございます水岡俊一君あの大臣、ちょっと重ねてですけれども、私が今お尋ねをしたかったのは、文科省として教員免許状というものをどういうふうに捉えてきて、で今、どういうふうに変わろうとしているのか。 そういった点について大臣文科省としての見解をもう少し明確にお示しをいただけないでしょうかね。政末松文部科学大臣。あの。多少繰り返しになるんですけれども。私は教員の免許状というのはものすごい重たいものだと思ってます。私は本当に。あの。生涯を通じてやはり。 印象的な先生、その言葉っていうことはずっと今60数歳になってもですね自分の行動基準になっておりますからそこに与える免許証っていうのはそれはよほど重たいものであるということでございましてそういう意味で私はあのそれぞれの社会において活躍されているこういう方に教壇に立っていただきたいなということは 私会ってしかるべきだといいいうののは自分の思いでございますただ、まあ、普通免許証特別免許証その定義においてきましてね、まあ、いろんな定めがあろうかと思いますけれども、まあ、現にあるものにつきまして、都道府県教育委員会でよく検討した上で、採用されるべ方がおられたら、ぜひということを申し上げているわけでございます鳥先生はい水岡俊一君あの。この通知の中でね、 また、小学校における教師不足が深刻化している状況を踏まえ、特に小学校教諭の特別免許状の授与にあたっては、重要候補者の専門的な知識、経験等に基づく複数教科の授与や、小学校高学年における教科担任制の推進を見据えた専科指導の対象教科の授与についても、積極的に検討をお願いしますと。 こういうふうに書いてあるところまで見るともう要するに教員不足を解消するためにもう何でもありというふうに見る向きもありますよこれは。だからそ,のそういうふうに考えたら文科省の教員免許上の重要性というものについて考えてきたおっしゃってきた法律を作ってきた考え方が 私はなんか揺らいでいるんじゃないかと。ね。だったら何かこう考え方をきちっとこう是正をしたり明確にしていくっていうことはこれから求められるんじゃないですか。ね。だから多様な経験人生経験だとか職業経験だとかそういうものが子どもたちにとって大切だ。 例えばその専科指導で外国語だとか理科だとか算数だとかいろんなことを指導する中で社会で活躍をしてきた方々を学校に招いて子どもたちの前に立ってもらうこのことが重要なんだという考え方に立つんであればそういう方向に行きましょうや。ねまたこれ今こ,こ,からこの後話しますけどまた研修研修研修。 なんかおかしくないですか、これ。これね。文科省として、本当にその日本の教育。の方向性を。こう。なんとか気づいていくというか、定めていく。その省庁として。これ重要なポイントだと思うんですよね。これ大臣、どうでしょう。もっとこう、もし今。明確なね、お考えがないんだとすれば。 こ,れこのことに関わって、きちっとこれからです、ね、考えていく、その姿勢だけでも示してもらえませんかね。政末文部科学大臣教員という社会に与える影響、子どもに与える影響、一番大切な仕事でございます、その方々の、まあ、ある面、定義でございますんで、えー、今、先生おっしゃった言葉あの。 自分で一度受け止めたいいと思ってございますただ特別免許所の意味としましては先生やはりそういう意味合いもあった多様な人材ということも抱えておりますのでその点だけは理解をいただきたいと思いますあの深刻な教員不足の対応状況として特別免許所の積極的な活用ということも念頭には確かにございますただいろんな工夫をしている中の一つでございまして私はそれ以上に特別免許所は新しい人材として 会ででは活躍できるる方もらえるんじゃないいかという意味を持っています哲学については先生のお話しっかりと受け止めたいと思います水坂伸一君あの大臣あの私ねあの言葉尻を取られるつもりは全くないんですよだけどこれを工夫だと言ってもらうとまあその場しのぎというかまあなんかね <laughs> 困ってる状況を何かこう対応するためにあの手この手を使うんだっていうふうに聞こえちゃう部分があるんですよ。私は特別免許証を与えるということについてはこれはもう教育の哲学としてねこれは文科省はもうかねてよりこういったことをこう抱えて掲げてきたんだと大事なんだと思ってきたんだという哲学を私はこうずっと持ち続けてほしいんですよ。 質問取りをしたときも担当者がおっしゃってた、これは別ににわかにそんなことを言ってるわけじゃなくて、これまでから文科省はそういうことをこう提唱してきたんだと、そういうことをね、私は大事にしてほしいというふうに思うんですよ。で、さらに加えれば、社会経験っていうのは、いろいろあるということはもう、社会に説法ですが、何も大学の先生とか、ね、どこどこ何々会で活躍した人が先生になってもらいたい。 私は別に思ってないなんです社会経験という意味では、子どもたちに与える影響というのはものすごく大きい人というのはたくさんいますけれども、地味な人でも、私はものすごく大事なことってあるんですね。例えばですよ、極論しますよ、例えば今、東京でもどんどんと建って,ているビル、このビルの立て役者は、とび職ですよ。例えば飛び職でこう活躍している人たちが 学校の子どもたちの前に立って、とび職っていうのはどういうことなんだ、こんなことをやって、こんなものを立ててきたんだ、われわれはそんな、そんなことを話してもらうような先生とかね、私はそういうようなことを文科省がもっともっと考えてほしいなというふうに思うので、大臣、ぜひ頼みますよ、これ、ね、お願いします。松文部科学大臣では水岡先生からいたただきましたご意見 えー、大切にさせたいと思うんですけれども、あのマイスターハイスクールなんかでも、まあ、これ、一つの生徒のまた話しますけれども、確かに実学を学ぶ上でえで、ー、生徒さんが企業に行って、企業の会議室で実際に働いている方から生の教育を受ける、素晴らしいことだと思います。先生生のの今のお話、えー、生かしたいいと思います水岡俊一君 それではの教育公務員特例法に関係する内容に移りたいというふうに思います。このです、ね、改正に関わっては、文科省からまあ中教審に答申をされて、 令和の日本型学校教育を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けてという、まあ、あの審議まとめが出てですね、まあ、そういったものに基づいて法案が作られてきたっていう経緯は私はあると思うんですが、この中でね、この中で非常にその重要視されているのは、教員の主体的な学びっていうことですね、主体的な学び。 この主体的学びって文科省はどう捉えていらっしゃるんですか藤原局長、えー、教師につきましては、えー、教育基本法でも、えー 法律に定める学校の教員は、事故の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と収容に励み、その職責の遂行に努めなければならないという規定があるわけでございますけれども、そうした中で、教師の研修について、実践が重要であるということは言うまでもないことであるというふうに考えているところでございます。新たな研修制度におきましても、そうした点を十分踏まえて、運用していくことが必要であるというふうに考えております。ず岡俊一君。 え大臣ね、文科省は教員の主体的な学びが重要とこうおっしゃってるんだけども、研修、今回、これ、研修の記録を作成しろ、そしてその記録に基づいて管理職が指導助言をしろ、そしてそういう中身については、ガイドラインも作成をする、なんか、なんかね、そういったことの関連から見ると、 その教員の資質向上に対して主体的な学びよりも管理統制をしながら教員を指導していくんだという思いが透けて見えるように私には思いますが、大臣はいかがお考えですか政末松文部科学大臣。あのそういういご意見も 衆議院の委員会でもございましたあの先生というのはあの教師というのはやっぱり職務遂行のために絶えず、まあ、研究と修養ということはもう教育基本に書かれているとおりでございまして、えー、本法案で、えー、校長等の管理職が教師自身の過去の研修の記録を活用しつつ今後能力を伸長させる必要がある分野など研修について一人一人の教師から相談を受けたり情報提供や指導を上限を行うこととしております。 あのまあ先生ですからまあどう考えるかということでありますけれどもある小学校あすいません中学校を行きまして、えー、そこの先生方もちろん学校長とも話をしたんですけれども研修そのものっていうのはやっぱり高みを目指す上では大変有効なものであると私は思ってますということですじゃあ研修記録についてはどうかということを聞きましたらそれについては。 学び直したとして、自分が何やってきたかということについては、ぜひそれはいつでも分かるようにしておくことは有効じゃないかということ、まあ、そういう話がありございました、まあ、転勤したときにも確かに、次の校長先生も、ある意味ではそういった履歴が分かるということは、正しいことかなというように考えてございます。今ののととこころはは私私言葉でごござざいいいいまままししたそういう、ま、さにに申し上げててることはそうううように私は思ってございます伊豆岡俊一君 大臣私は、あの何も、えー、記録が全くいらないというふうにも思ってないです。学びの足跡、えー、自分の学びはどん,などんなことをやってきたのかっていう足跡を残すっていうのも、これはまた自分の励みにもなるんでいいかなというふうにも思いますし、また指導助言という面においてはです、ね、例えば研修をしたくてもできない、えー、事情が、 それぞれれぞあるかもしれません例えば子育て中の方々でなかなかそこがうまくあの研修の時間を確保することができないとかいろんなあるいは公務文書が多すぎてなかなか研修,その研修に出向くことはできないんだというような事情がある中で管理職がそれを聞いてそしたらサポートをこういう形でサポートをするからあの研修の時間確保できるようにあのしようねみたいな。 助けが、がヘルプがあるんなら私はいいと思うんですよ。ただ今ここに書いてある内容というのはどうもそういうふうには思えませんよ。これ指導の記録あの研修の記録をこう自分で作成していくっていうことについてまあガイドラインを作るっておっしゃってますけどこれガイドライン次第ではとんでもないことになりますよ。 これ私も学校現場にいたので思いますけれども、これ、ほっといたらね、誰々君、君、今度の研修こう、まあ、学校を休んで2日も行ったんだなと、ね、2日も行ったんだったら、1日あたりの研修で、リポートをまあ1日10ページぐらい書いて、20ページ今度提出しろよと、そうでなかったら、意味がないじゃないかみたいな指導は、想定されるんですよね。 君が本当に研修に行ってたかどうか分かんないじゃないかと、中身を出せるみたいな話になって来ないとも限らない。私は今、大臣が言われたように、学びの足跡という意味であれば、私は賛成です。だったらね、ガイドラインを作成するにあたって、一つ、私は約束してほしいと思うんですけど、極めて簡素化。例えば内容を次の5つから選んで、出点をつけるとかね。 あるいはその研修がどういったことに今後結びつくかという項目を3項目の中からレテ点をつけて選ぶとかもちろんそのどこどこでいついつどれぐらいの時間をやったかっていうことは書き込むことは簡単ですよそういう記録なら私はできると思うだけどガイドラインに曖昧なことを書くとそういうリポートを提出しろと言われる人たちがいっぱい出てきますよ 管理職はそんなに甘いもんじゃないですよ。えですから、実際に、水岡君はまだ若いんで、ね、青いんだと、もっと勉強しろと言って、ガンガンとやらされる可能性もあるそういうことを私たちは想定しないといけない、主体的な学びと記録作成だとか、指導助言ということについて、 明確な考え方を示してほしいというのが、私は現場の偽らざる思いだと思いますが、大臣、いかがですかね清松文部科学大臣あの。記録のことにつきまして、えー、申し上げましたら、まああの、少なからず学校現場の話は聞いておりまして、このゴールデンウィークの間にずいぶん校長先生や現場の先生方とも話をしまして。 今水岡先生ご指摘になりましたこの研修に行ったらレポートを書かなきゃいけいんじゃないかということが溢れかえるほど話が出ておりましたものすごく負担なんですね昨日も文科省の若手課長にも申し上げましたガイドラインこれから作るわけでありますけれどもそれは本来のそのレポートを書くことが目的じゃございませんただ言ったかどうかくらいのことはきちっと把握せないかんわけですけれども要するに その時間がまた書くことによって、子どもたちの教育に差し替えが出るほど時間がかかってしまうようなことがあっては、本末転倒になりますんで、そういう意味では極めて簡素化にせいということ、このことは昨日も申し上げてございます。後ろにここにおります、もん聞いてございますので、ですから、レポート提出とかそういったことについては、私はできるだけ省略化していくということ、それと、やはり校長との対話でございますんで、ね、 やっぱり難しい校長先生を取ったら対話というけど、そう簡単ではないこともよく分かっておりますので、えー、しかし、そこも何とかその辺は乗り切っていただきたいこと、そのことを思います。そういうことを通じて、私はある面で主体的な学びというのは確立されていくものであるという,う認識をしてございます。えー、重ねて、レポートの提出については、極めて私は簡素化する、そうあるべきと、そのことは先生とここで話を今、お話申し上げておきたいと思います。 水岡俊一君大臣、ありがとうございます、ぜひその方向でお願いをしたいと、まあ、こういうふうに思っております。そこで少しあの話をぶり返すようで申し訳ない,訳ないんですが、あのこの、まあ、新たな研修っていうのがまあ出てきてるんですけれども、これ、既存の研修制度がありますよね。 既存の研修制度で足らないから、新たな研修を入れるという考え方に立っているように、私は思えてはならないんですが、既存の研修制度で足らないんですか、これ、文科省どう、どうお考えですか藤原局長。あのまあ、これまでもですね、あの先生、あのご承知のように、さまざ、あ、まな形で、えー、研修は行われてきているわけでございます。 ただその一方であの、社会が激しく変化していく中で、より一層教師の学びを個別最適で、かつ共同的な学びに変えていく必要があるということだろうと思っております。まあ、その際、そうした教師の新しい学びの姿を実現していく上えで、教師一人一人の置かれた状況に照らして、適切な現状を把握と具体的な目標設定を行いながら、 そうした学びに向かっていくということがより有効ではないかということが考えられるわけでございまして、そうした中で、この度の改正法案におきましては、研修、履歴の記録や指導助言、そうしたものを通じて、教師の新しい学びを支えていくというふうな制度を実現していきたいと考えているところでございます水岡俊一君。 内閣大臣がこう理解を示すお話をいただいたのに、ままたたか戻っちゃいましたね <laughs> これ、今のお答えの中に、既存の研修制度で十分でない理由なんて、何一つ入ってませんでしたよ、既存の研修制度ではなぜだめなんですか、そこを答えてください。藤原局長 あのまあ、既存さまざまな研修制度がもちろんあるわけでございますけれども、そうしたものをより一層厳選、重点化していくということも重要だと思っております。教師の多忙化が進んででいく中で より合理的的効率的に研修を進めていくと、まあ、その際には先ほどあの議論もありましたがオンラインといったものも十分に活用していくことが必要だと思っておりますけれどもそうしたものも含めて個々の教師がより一層そのモチベーションを高めていくそしてその一人一人の教師の学びだけではなくて共同的に学校の中で さまざまな先生方が協力し合いながら、学びを深め、そしてそれを現場の実践につなげていくような、そうした学びをより一層高めていくことが必要だということではないかというふうに考えております水岡俊一君あの。文科省のこれまでの施策の中で、どうしても気になるのはです、ね、これまでやってきた施策のどこがよか,かったのか。 どこが足りなかったのかどこが時代に合ってなかったのかっていう反省がないから次なるものの積み上げが曖昧になるんですよだから既存の研修制度がどうであるかっていうことの中でまあ時代の変化だとかいろいろあるからまあそれが新しいものが必要だということをじゃあまあ例えば100歩譲ってその必要性をまあか認めるとしましょう。そこで局長ね これ新しい研修はもちろん勤務時間内にできるんですよね、どうですか藤原局長、えー、職務として行う研修が勤務時間内に行われるべきであると、これはあの、えー、現在もそれから今後も変わらないというふうに考えております水岡俊一君。大臣、あのね、今、局長が答えられました、勤務時間内に行われるのが当然だという趣旨のお話でした。 2年前の給特法改正の時に、文科大臣はどうおっしゃったか、勤務実態調査を今年やって、22年度にやって、いろんなことを含めて改革も考えて検討していきたいと、まあ、こういうお話だったんですよね。で、その時に何が示されたかというと、どうしても、 勤務時間内に収まらない仕事がたくさんあるから、ここは曲げて、学校に、なんだ、在校等時間うんというのをこう設定をして、なんとかそこでそ、それ以上にならないように、我慢してやってくださいねっていう話を強制的に押し付けられちゃったわけですよ。ね だからただでさえ勤務時間内に収まらない仕事は山ほどあって、在校等時間、月45時間だっけ、うん、45時間も我慢してくださいねって言われてる中で、研修を勤務時間内にできるんですか、こんなの、どこ,どこに入れるんですか、そんなの。私は局長はそう答えられたけど、現実的には無理だと思いますが、大臣、どうですかね。 松文部科学大臣、うんまあえー、お答え申し上げますけれども、まずはあの職務としての研修、勤務時間の中で行われることが前提でございますで。各教育委員会が主催する研修や、各学校で行われている校内研修は、勤務時間の中で実施されているところであります。このここのととは本法によって変わることございません 文科省としては職務として行われる研修が勤務時間外に行われることがないように、まあ、含む監督権者とある教育委員会や校長が適切にマネジメントを行うことによりまして、まあ、勤務時間内の事故環境が確保されるよう、周知徹底を図ってまいりたいと思います。えー、次ににに、まあででね、ただ先生おっっしゃったように本当に それは時間も厳しいの私も先生がお持ち、勝田先生がお持ちだったけど、私も教師の予定表をずっと見てますけれども、それはトイレ行く暇もないぐらいの状態であることはよ,よく承知してます、昼も給食指導やってますから、戻ってません、そんな中ですから、ただ、教師はやっぱり、検査を重ねなきゃならんという点もございますので、そこのところは、校内の研修等、いろいろございますよく、よく考えながらということで、理解。 ご理解をていいいいたただきたいと思います岡俊一君いや、あの大臣ね、大臣のお気持ちも分からんでもないんですけれども、学校現場を見てもらったら、今のお話にはならないと思うんですよ。だから本当によく学校現場の様子を見ていただいて、今後の方向性を決めていただきたいと思うんですけれども、最後に一つですね、これ、人事評価とはかあの関係ないと。 人事評価の結びつくような研修の記録であったり、指導条件ではないと、こういうことを衆議院の質疑でも答えられてますよね、ねえ、局長、答えられてますよね、これね、学校現場にいた人間から、ちょっと一言最後に申し上げておきたいんだけども、研修の好きな人いるんですよ、もうどこどこ大学に行ったり、ね、もう研修、もう今度3日間、集中講座があるから行かせてほしい。え 学校の子どもをほったらかしにして、自分研修に行って、それが年,年間に何日も重なってきて、ものすごい研修をしているこの人、素晴らしい人間だなって、こんな評価に結びついちゃだめなんですよ。子どもをほったらかしにして、その周りの人間はその、そのカバーでもう必死、倒れちゃうんですよ。だから、こういう研修の記録を取る、そのことが。 やれもすると人事評価につながっていくようなことを、文科省はやろうとしているという危険性を十分に考えていただきたい、ね、そのことをこう最後に申し上げて、私の質問を終わります、以上です午後1時10分に再開することとし、休憩いたします。